はい、おはようございます。11月30日でございます。最終日になりました。11月、エントリーすることは私はないと思います。月末とか月初っていうのはしっかりと様子を見ることによって、まあ月のね中盤をかなり厚く取っていこうっていうのが私の戦略なんで、思ってもない資金がね、思っても見ないような資金が流れ込んできたりとか引っこ抜かれたりとかするね。特に月末って資金を引き上げる方がたまに激しく出てくるんですよね。まあその代わり資金をドカンと入れる方、これはね月の初めに起きやすいんですよ。そういう傾向がありますので、私の場合はそういう時はあんまりトレードをしないようにしています。そこまでの力量はございませんので。で現在ですね、いろんなファンダメンタルの要因っていうのをね、考えると、相場ってのは見にくくなるんで、あくまでもねテクニカルで見ていくように今日も意識してやっていこうかと思います。それではねデイリーの方から見ていきますけども、12月の1週目とか2週目をどのように取っていくのかだけに終始して今日はお話をさせていただきます。こちらをどうぞ。はい、じゃあデイリーから見ていきますけども、大きな陰線が出ましたね、ここでね。その後今現在進行形のチャートバーはどうなってるかと言いますと、一本の線になってます。つまり上下に触れまくって迷ってる状態です。まあですので余計にね買ったり売ったりを決断ができないということになります。ただ全体的には円安の流れですよね。でファンダメンタルの話をさせていただくと、ファンダメンタルを加味するともっと円安が顕著になってきます。前からお話しますように、日銀の介入でもない限りこの落差は埋まんないですよ。もうドカーンと、そういうふうに考えながらやっていますので、ひょっとしたら日銀の介入があるかもしれないなっていう警戒感を持ちながら見ていこうかと思います。あくまでテクニカルを意識しながら、でも日銀の階級は介入ですね。日銀の階級はリアルですからね。これはファンダメンタルというふうに切り出すんじゃなくて、あるかもしれないなという警戒感のもと資金を大きく投入するのは控えなきゃいけないかなというところですね。4時間です。4時間の値動き、とりあえずこの辺りまでは落ちてきましたよね。ただここに達してるわけではないんですよ。この安値を更新する前に高値切り上げを維持しているところ、ここと比べてもねそうですけどもね、高値切り上げは維持してますよね。で安値はここを割ったんだけども、確かにこことここを横に並ぶ線は割りましたね。割ったんですけども、ここを踏みとどまってるわけですよ、ここに触れずに。まあですんで、このままトレンドの方向に動いていくのなら、ここを超えて、ここを超えて、115円から120円の方向に行くんではないかなっていうふうに大きく見ることができます。じゃあね、上下で迷いながらも、上昇方面にあるということは、今までの時間軸で理解できましたが、1時間を見てみると、今1時間見てもらってますけども、これは大きく下落傾向にありますよね。前お話したように横ばいで停滞したところからブレイクした方向についていくということで、ブレイクした方向についていって大きな利益を上げました。でも結局はトレンドの方向に戻っていこうとしている動きがここでも見られますよね。迷いながらも上に駆け上がってるわけですよ。これフラッグを形成するように見えませんか、こういうふうにね。フラッグを形成したら多くは入ってきた方向に抜けていくんですよ。だからその懸念、ストーンと落ちる懸念はありますよ。ですので余計にエントリーはしにくいです。最後のエントリーはだから、ここをいかに取ったかに尽きるわけなんですけども、じゃあ、12月のことを教えてよって話になります。12月は、全体的には12月は買いで取れると思います。ただ、短期的にはね、売りの懸念があるわけですよ。だからこそ、12月に入っても、そうですね、1日2日3日と平日がありますけども、エントリーはちょっと控えてもらってですね、解説はしっかりして値動きは追っていくんですけども、本格的には6から10日、この5日間をしっかりと稼ぐために、まあステイシーになっておこうかなというふうな11月30日、それから12月の1、2、3、これが正直な当面の見方です。エントリーはだから12月の6日までできないと思います。そして12月のエントリーは長くて17日で終わりです。短ければ10日ぐらいに手締まりしないといけないかもしれません。まあですので基本的にはね、
もう投資できる日数があんまりないんですよ。うん、ないからこそ大きく外すことはできません。だから大きくトライはしません。危ないなと思ったら見るだけ。11月までの成績が今年の成績だと思うしかないですね。その代わり暗号通貨の方をちょっと見ていくと面白い動きがあるかもしれません。暗号通貨の投資をされている方はどちらかというと FX からね、暗号通貨に12月だけは比重を置いていくことをお勧めします。でも FX しかやってない方、この方は損失を最大限に抑えるためにチャレンジはしない方がいいと思います。ロスカットもちょっとねシビアにいって、リスクリワードは 2.1 ぐらいでいけばいいんじゃないかなと思います。ロットも普段よりも 30% から 50% 落としてですね、儲けることよりも損しないことをしっかりと考えていくことが大事です。これが12月の私からのアドバイスになります。それでは、いってらっしゃい。